要なんです。ごめん、なんて言ったらいいのか。あ、いいです。でも俺の気持ちはそういうことなんで。どうしたらいいの、どうしたらいいの。つかんなんだあれ、タイガのくせにドキドキさせるなんて反則だろう。どこで身につけたんだよあんな技。聞いてねえよこの野郎。わかんない、わかんないよ。さっきのデータ送っといてくれる？はい。お話があります。ん？移動の話ですがお断りします。あなたの元へは行きません。君がそんなに頭が悪い人間だとは思わなかったよ。会社で生きていく上でその選択がどういう意味を持つか分かるだろう。分かってます、失礼します。ていうか本当はどういうつもりなのか聞きたいですけどね。え？この間の夜だってこっちの気持ち分かってるくせに思わせぶりな態度とって、どういうつもりなんですか。思わせぶりって何よ。抱きしめて抱きしめ返されたらそういうことだと思うでしょ普通。そうっすね、俺が勘違いした痛いやつってことですね。わかりました、すいませんでした。だってさ大学くんなんか急なんだもん、どうしていいかわかんないよ。ずっといい後輩っていうかなんか弟みたいな感じで一緒にいて楽しいなって思ってたけど、なんか急に。俺のこと男として意識したってことですか。ざまあみろ。だって大学くんそんなキャラじゃなかったじゃん、もっと装飾っていうか奥手みたいな感じだったくせに。世の中に装飾な男なんていねえんだよ。本当に好きな人振り向かせるためなら頑張るだろ普通。つかカレーってなんだよ。